どうもこんにちは、次元違うヤクザです。おいおい、いつまで待たせるんだよ。何ヶ月待った。これ俺待たされるの嫌いなんだよね。先生が授業こんかったら呼びに行くタイプだからね。俺分かってる、そこらへん。うん、分かった。よし、 OK。 担当直入に言うと、うちの野村スピ解放しました。まあ、目の前にいますね、うん、本人が。まあ、この野村さん、僕が結構愛用してたんですよ。キャッチャーでアーティストであり、素晴らしい存在だと僕は思ってます。ノムさん打ちづらいって言ってるやつどうかしてるぞ。一言言わせてもらうと、ちょっとあんまでかい声出させないよってことです。こっちプロでやってますからね、素人が扱いなのも無理はないと思うんですけど、上のステージまで、まあ、早く来てほしいっていうか。スピ解放3900突破、うちの看板なんでね、女子が見てる時の綱引きぐらい引っ張ってもらいたいと思ってます。ノムさんスピ解放できたってことはもう全勝当たり前なんだよね。え、ここまで理解できた？え、なんか難しいこと言っとるかな俺。まあというわけで、相手をボディーブローで沈めていきたいと思います。というわけで、しっかり打撃練習していきたいと思います。相手はビエルなのに、この威圧感で飛ばしていく。おーっと、えぐい時代を先取りした打撃。おら、まあ一つ注意点があるとすれば、絶対勝てると思ってないですね。はい、とりあえずまずね、メントスコーラ一気していきたいと思います。やっぱり一気飲みして心も体もハイになってね、まあ、相手はちょっと15連の経験者ということで。おっと、おいおいおい、あ、ここのナックルカーブで、ストライク。上位すごっ、自分もビビっていく、そういう投球をしていきたいと。ああ、さあ、できる男は違いますよ、この配球が。これ打っちゃうんじゃないですかでしょうね。おい、本気で配球したら、なぜ打たれてるのか今反省します。よいしょー、一本違うね、これ敵だね。よいしょ、来た、さあ取れ。おお、一番ブーマー柳狩りだ。ちょっとこの点差まで来るとかなりの大人が動くことになりそうです。よいしょー、さあ来ました、うちの野村。ここは打たないといけない。よいしょ、天下無双野村克也。よいしょ、あぶねー、本格的に腰入れていきます。いやー、落ちて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 、うおー来たさあ相手もちょっと下手くその集まりでしたね。ちょっと力と力のぶつかり合いしていきたいと思います。ストライク。今俺が見逃したけど、本当だったらもう3万回ぐらいホームラン打る。来たんちゃいますか。しこたま打っていきます。いやー抜けたない。さあもう今日はオリさんの日ですね。おーい、むちゃくちゃ、まあそんなの関係ねえ。いいよ、うますぎる。これ打たれたらもう増税確定よ。いやー下手くその集まりでした。あと1点。おーっと、全出し。しかしタイピングきましたね。まあしつこい油のようにね、そぎ落としていきましょうか、相手のやる気。よー、フルスイングでいこう。人生フルスイング、いや俺の人生はやっぱ送りバントだな。人生送りバントしよう。やっぱいやー下手くそー。よいしょ、おー、あっしゃ、よし、よいしょ、来た、よし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 、2試合目、いってみよう。まあ、この試合負けたら、責任はすべて私がございます。よし、うわ、よし、ちょっと暇だけ、こいつら海に沈めていきたいと思います。田中狩りだ。うちの野村、行け、行っとくれ。なんで田中のマークね、コツさえ掴んじゃう。ほら行け、来たー、行け、どういうこと。さあここバッター変えました。ほら、予言者です、私。ありがとう。おーおーおお、バッターじゃないんかい。間違えたこれ、絶対大事じゃね、これ普通。
昨日の晩飯が思い出せないんで抑えていきたいと思います。 OK。 いやーこれ一番腹立つ、だけどいっちゃ腹立つ、わかる。あーちょっとモザイクかけて、この男はちょっとモザイクかけてほしい。限界突破。一本ちょっと外小判に甘えて打っていきます。ストライク、いけ。ちょっと暇だけホームラン打っていくわ。よし、ガンガン気合入ってないやつ声出していこうぜ。やばい、台座外ってことはもうこれ勝ち確でいいっすか。いけ、おお。はい、とりあえず3試合目とりあえずボコボコにしていきたいと思います。はい、のうちの野村いいか。息止まるかと思った俺。サイスニード、親の仇と一緒の名前っすわ。なんでちょっとボディーブローで沈めていきたいと思います。どういうこと。いけ、入ったれ。オッケー、これはあーモザイクかけて、モザイクちょっとモザイク入れ忘れてる。これこれ無修正でいいんですか。オッケー、ナイス。チャンスでこの男に回ってくるってことはもう精進にメアリーですよね、これ。よー、タイピンチ引きずり下ろしました。裏連れてかれましたね。ストライク、サイスニード。さあここまで来るまでに並々ならぬ思いがあった。それをどう思うか。打球しょぼ。よーし、え、危な。ちょっとこれ元スポーツ推薦の力見せていいんかな。よし来た。あーでもこれショートだけかい。でも抜ける。さあタイピンチ、こっからが本番よ。高梨狩りだ。わお、素晴らしい回転だ。うちの野村、2打席連続行こうか。 OK。 たまにはいいですよね、こういう緊張感。こういう緊張感にこそ成長がある。いったろ。よいしょ、これで。おい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 、頼む、何でも買ってあげる。いや、まさかの延長。さあここズバッと、インディズバッとね。やめて。オーケー、大人なめんなよマジで。釣られないと、彼は優秀ですよ。え、どういうこと。よー、あざっす、ゴチです。先輩、敵さん落ち着いてください。やばい、やばすぎー。待って、これ誰を、俺の責任ではないから、まあこれこの企画っていうかこの試合を設けた球場の人が多分責任を取ることになるかな。多分俺ではないから、これは責任は、多分大丈夫ですよね。ほらほらほら、オッケーオッケー、これ責任俺じゃないわ。よし、まだ逆転するチャンス。マクガフ抜けて、ナイス。俺が言ったこと覚えてるかな。あんまでかい声出さすなって言ったやん。ほら、次元違うから俺。ほら、もうこの男に決めてもらいましょう。両親が痛む。ほら、あれ相手震えてない、震えてるよねこれ、多分漏らしてるよね。あ、スマホが鳴ってるかと思ったらお前の震えだったわ。どういうことなんだよ。じらすタイプ、じらすタイプだが、ここがこれ一番面白いところですよね。打ちます。よしがいたよいしょー。あーだし、あれまた同点だった。フォアボール、え、